いよいよ3日目か。だいぶ来た。ああ、嘘。いきなりどうした。嘘。え、なに？なんだ今。懐中電灯がペカペカ鳴ったよ。電池切れが近いんじゃないか。あ、なんか聞こえる。この音は踏切か。こんな時間でも電車走ってんだな。はい。はい。あー、うん、あー、誰かいる。そして、ウータロー。あ、そうだ、なんか女の人の幽霊がうんぬんっていう、なんかあった気がする。まだいるな。え、これ絶対行ったらまずいやつやん。やばそうだな。どうしよう。意外と可愛いかもよ。声かけてみたらどうだ。私は嫌だけど。え、どうしよう。行くしかないんじゃないか。消えたな。そして、何投げたんだ。あ、怖い。ねえ、ビスケットあげるから。それビスケットか。ビスケットあげるから。それで成仏できるかね。持てないだよ。お願い。お部屋もで、なんかある。なんだろうな。ねえ、絶対でもあの女の人の幽霊また出てくる。今日のゲストって感じだよな。絶対また出てくる。なに？これが。峠で若い女性が行方不明になっています。心当たりのある方は、以下の電話番号までご連絡をお願いします。お願いします。いやー、峠？近いよね。さっきの若い女性、あれかな？さっきのは、その女性か。うわ、怖え。今のとこ、まだ幽霊とは限らないんじゃないか。あん！どうした？え、雨の音？なにこれ？風の音じゃないか。あ！またどうした？なんか、でっかい口が地面にあるな。なにあれ？とりあえず、お地蔵さんに10円玉をお供え。するのか。せえ！経緯中間セーブ完了。やだ。ちょっと待って。で、田んぼまで来たぞ。とりあえず目標の田んぼには来たが。今回は田んぼの探索が目的だよな。お姉ちゃんところが見つかるといいな。こん中に、あのビスケット入れたらどうなの？ビスケットが。歯の上乗ってるけど、それ食べていい？食べるんかね。食べちゃっていいよ。あげる。あげるよ、それ。あげるから、頼むから、俺の方教わないでね、それ。ビスケットくらいじゃ腹くれないんじゃないかね。さあ、とりあえず目標の田んぼには来ましたけど。どんどん探索していこう。なんだろう、ハテナマーク。え、何が、え、なんだろう。あ、なんか、あ、ここにあんのこれ。覚えとくわ。今回も襲ってくるお化けがいるのかな。あ、なんだ。石か。向こう岸に何かある。でも橋が壊れて渡れない。あらら、これぐらいジャンプ、何か代わりになるものはないかな。ふむ、そうね、何か代わりになるものね。橋の代わりになるものか。なんか向こうに空き缶もあるけど。ふぅ、何か代わりになるもの。うお、何かがすごい速さで通り過ぎたな。よく今当たらなかったな。たまたまだけど。どうしていけるか。よっ、ナイス回避。ここ狭いからかわすの大変だな。ふっ、これ何。うお、あ、ただの勘にビビりすぎだぞ。空き缶はこれ拾えないのか。拾えずに蹴っちゃうみたいだな。そしてそんなビビらんでも拾えない。あー、今度はなんだ。やべ。なんだあれ。なんだ今の。しばらくは隠れた方がいいかもな。とりあえずスキップ。今逃げろ。なんとか回避できたか。あれなんだあれ。
水死体みたいな。プカプカしてるもんな。うわ、マジか。また来たな。危ない。よくかわしたな。濡れた砂時計。あぜ道で幽霊とすれ違うのはヒヤヒヤだな。ちょっと待って、てかすっかり迷子になってきた。危ねえ。なんとか隠れられたのか。どっか行ってくれ。やべえ。ビビリのくせに、よく今突っ込んだな。でも、なかなか離れてくれないな。うわぁ。まあ、居場所はバレてるもんな。今だ。いや。来た、あの女性の幽霊だ。消えた。大丈夫か、産地が切れたか。これじゃない？板、柔らかい木の板、柔らかい木の板。これずっと裏返ってんぞ。ゲチュ、どこの？なんかでかいの持った。よし、落ち着け。まずはそれからだ。しっかり深呼吸するんだ。お化けや不審者より、何より恐ろしいもの。それはパニックだ。産地が回復したら行くぞ。音が止まない。もういいんじゃないか。いいか。木の板は手に入れたし、さっきの場所に戻ろう。どこ。音がするな。前。しかし、そこら中お化けの気配ばかりだな。ジュエン。あ、水死体またいる。恐ろしい田んぼだな。怖い。あぶなか。うわ。蜘蛛の巣か。なにこれ。先行くしかないのかな。どこ。わかんない。全然わかんない。ああ、前にいるわ。って蜘蛛の巣邪魔。視界妨害までしてくるとはな。前から来てるぞ。かわしていこう。こっち来てるこれ結局。なんだよ、石の方釣られる。石は、あまり意味ないのかもな。巻いたか。とりあえず、木の板ゲットしたのでね。そうだな。これで向こうに渡れるぞ。さっきの場所に、来れば、木の板をかけられるんじゃないでしょうか。OK! あっ！後ろをなんか通ったな。ちぎれたネックレスを拾った。誰のだろうな。まだなんかある。黒ずんだメモを拾った。メモを読んでみよう。何？ああ、これはやばい。頭おかしい。なぜ私が死ななきゃいけないのじゃ。君は死ぬことはなかった。君は死ぬことはなかったんだけど、でもこの痛い気な女の子はだからといって犠牲にしていいわけじゃないね。お願い。おわ、逃げろ。おわ、前からも来てるし、すごいスピードで押してくるぞ。なんだ今の攻撃は。あれ多分拾わなきゃいけない気がする。さっきのあれもう戻りたくないけど。ああ。前に来たら横。後ろに来たらそのまま進め。これは。そんな感じでいいのかしら。これは、私に知る由もないことだが、おそらくあの幽霊二重会は、怒られた後だな。パッ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 テンションもだいぶおかしいな。一回こう待ってみる。横。お。いいぞ、その調子だ。泥まみれの鍵ゲッチュ。まっ！逃げ切れるか。逃げ切ったな。とりあえず、鍵をゲットしたな。田んぼで拾った鍵、泥に使っていたからなのか、土の匂いが染みついている。え、で、これどうすればいいの？田んぼの方を探して、まだ。まだ行ってないところあるんじゃないか。まだ田んぼの方探せな、これ。とりあえず鍵ゲットしたのはこれなんか重要な気がする。せやな。探索鍵で行けるところを探してみよう。石どんどん増えてくる。OK。これは走ったらダメなんですよ。
ここで何回も繰り返してるだけあって、さすがに慣れてきたな。こっち行こう。見え！しかも、まあ、なんかあいつどこまで来んのあいつ。執念深いよな。鍵がかかっているみたい。ここで使うんじゃないか。ここで、あれか、泥まみれの鍵。鍵開いた。これでいいのか。押し。しけったメモを拾った。探索を続行だ。危険立ち入り禁止。この先崖あり。じゃあ行かない方がいいよ、もう。今さら。ああ、また懐中電灯が切れかける。懐中電灯の調子が悪いみたいだ。いやー。いや、悪いみたいだじゃないよ。電池切れか。ついてないな。やだよー。でも、ここまで来たら行くしかないぞ。うわー、もう。さすがに心もとないな。見え。いや！うわー、また来たぞ。あっち行って！まずい状況だな。懐中電灯が使えない上に、あの幽霊に追われ続けるなんて。はぁ、あ。もうあの人いやー。危ない。うお？おい！若い女性が行方不明になっています。はい。崖から落下した可能性がありますが、崖崩れの恐れがあり、捜索が難航しています。一応、捜索中なのか。そう！何？ああ、もう、また来てんのかよ。恐ろしい執念深さ。だいたい避け方は分かったよ。油断大敵だぞ。ただ問題はこのめんどくささや。ずっと追ってくるもんな。あっちか今度は、ミスター。方向ミスターだ、俺。今度前か。来い！おい！来い来い来い！カモンカモン！カモンベイビー！カモンベイビー。だいぶ調子に乗ってきたな。今度これ読まないと。おい！若い女性が行方不明になっていましたが、捜索が中断されています。あらら。女性は崖から落ちたと見られますが、捜索中の事故があまりに多く危険なため、捜索を中止しています。中止されちゃったのか。大変だね。油断したな。ああ、もう、何回に一回ここ来れんの。だいぶきつそうだな。もういやー、もう勘弁して、もうめんどくさい。まるで20回はやり直してる感じだな。もうそれだけそれだけ、めんどくさいめんどくさい。なあこれ。分かれ道か。どっち？こっちか。どっちが正解なんだろうな。どこまでも追ってくる。ゴールはまだか。ここはこの辺？うん、何か拾ったぞ。は上は失敗だったか。とりあえずじゃあ下行くか。そうだな。また手がわらわらしてるな。あ、追ってこない。はい、怖い怖い怖い。はい、怖い怖い怖い。はい、怖い怖い怖い。逃げ切れたのかな？は？うん。あ！あれは、ひょっとして行方不明の、お姉ちゃん。なのか。つまり、あの幽霊の遺体か。この人は？あ！追ってきた。これはどうすれば。わかった。これだ。ちぎれたネックレスだな。これだな。いけるか。ちぎれたネックレスを置いた。どうだ。消えたな。ひとまず安心か。どうやら成仏してくれたみたいだね。そうみたいだな。はあ、ずっと今のネックレスを探していたのか。え、なんでわざわざ戻ってきたんだ。忘れ物か。どうしたの？
子や。すごい子だな。ええ子や。お花を供えしてあげて。幽霊もかわいそうだもんな。あれだけさっきね、追い回されて、うん、ゲロ吐かれて、ゲロはやめたれ、髪の毛とげらさかせて、崖から突き落とされて、なのに。そう考えるとひでえ幽霊だな。一人ぼっち。お化けはなんで私を襲うのかな。ただお姉ちゃんに会いたいだけなのに、お姉ちゃんに会えなくて寂しいだけなのに。でも死んでしまったお化けたちもやっぱり寂しいだろうから、お化けにも少しだけ優しくしよう。なんていい子だ君は、本当に心の優しい子なんだな。さすが主人公。うん。君はいい子だ。今日はこの辺にしとくか。それにしてもたくましい子供だな。この子の願いは叶うといいな。